SHFJPI を打ってきました。インジケーターの精度が上がりましたね。すごく精度が上がりました。今試験では今日はね1560円ですね。これで稼げるんじゃないかと思うね。新トレーダーのユウさんですか。あの人の投資してるインジケーターよりかいいですね。私の方が。これはね、使ってるのは。ちょっと性能がいいです、私の方。つまりストラットテックスも組んでるからね、彼の方は入ってないんじゃないかな。またその系統だけか、ボリンジャーとの輸送合わせだけだけじゃないかなと思うんだけどね。私もテレビから見て、YouTube の情報から見てからの判断で、秘密にしてるんでね、大体、こっちの勘で調べてるんで、合ってるとは限らないんですけどね。で、1日の分析なんですね。で、1週間とかやってたんだけども、あんまり当てにならないね。だから月曜日はダメですね。火曜日ぐらいからですね。一日の分析なんで、月曜日データがないんですね。ゆうさんの、あるとよりかは性能がいいかもしれない。いいと思うんですね。あと不安が必要でね、不安がないと稼げないんで。妨害でね、いくら潰されちゃうから。人間全員の妨害が来ますから、必ず。彼らはね、協定結んでお互い様様でやってるんですよ。だから稼ぎが少ない、多くとも稼ぎが少ないんですね。気になりだから、またシードで、不安をね、ほとんどシードだから。総理大臣職と同じ。こういうとこね。
んで集中中っていうのをこれ見ると相当上に GDP、JPI か。わかった。GDP、JPI はね、ちゃんとしっかりした仕組みなんですよ。CHN、JPI はね、こうでしょ。見てたのが違うんだな。こちらの部から、朝ですね。
かったね。ね。